今回はネット専門の保険会社として CM などでも有名なライフネット生命保険の事例から常識にとらわれない考え方について学びます。まず現状認識タイムでは、あなたの会社が行った常識破りとは何ですか？シェアしましょう。ライフネット生命株式会社は2006年に設立されたインターネット専門の保険会社です。契約件数は20万件を超え、インターネット専門としては世界一の実績だそうです。創業者の出口春明会長は、元は日本生命の幹部社員として長年にわたって旧来型の保険事業を行ってきた後に、この革新的な保険ベンチャーを立ち上げたということです。まずはその創業の精神とマニフェストと呼ばれる同社の経営理念を伺いました。生命保険というのは、はい、皆様の財布からお金をいただく仕事ですから、はい、この国の所得を調べたんですよね。15年で 14% 貧しくなってるんですよね。さらにブレイクダウンしたら、はい、20代30代がすごく貧しい。なるほど。これでは赤ちゃんが産めない。なるほど。こんな社会は嫌だと思って、じゃあ自分が何ができるのか、保険料を半分にして、安心して赤ちゃんを産んでもらえる社会を作りたい。なるほど。そう思ってインターネットで